おい開いてる。何何お前なんでカメラ回してんだ。今日のこと清水が急になんか言い出したからやられた。おい何何やるぞお前いつ。何だ。スニーカーがねえだろ。俺の俺だと思ったらこれ哲也のクソみたいなスニーカーじゃねえかよ。そういうコンバースじゃないの。俺のコンバースがねえだろ。バカやらんてねえから。何これやん。あれこれじゃない。俺コンバースねえだろお前。これだって買いときな。貸してあげるよ。いいよ臭いから。おいおいおい待て待て待て。おいなんだお前。おい違うだろ、コンバースしちゃうやんけこれ。おいさ、いいやん帰ってくるんだもん。いいやん別に。おいサンダルでもいいやん。いいやんだと。おい誰だお前。犯人じゃなかったらぶっ飛ばすからな本当に。ファッキュー。お前だ。ああわしはトシミツのスニーカーを隠していません。カメラに映ってない速度で。悪いな俺だ。やりやがったらまた。ファッキュー家じゃねえわ。黄金は溶岩でしょ。溶岩ちょっとバカなのか。ミバカ。オーソドックスだろ、ミって。はいはいはい、はい、ちょっと汚い。バカなのっていうのはやっぱ俺らのこう見てた側からしたらそうだから、なんかそこをなんかゆるい感じで行く人いるんだみたいなところは緩くない。うん。おいおいおい。おいおいやめろって。なんでそんな意味わかんちゃうでしょ。お前ら。めめえ。お前。お前。やめて。なんでそんなのすんの。おかしいだろね。ねえ。なんでやめ。おいおかしいだろ。なんでだよ。お前。やめろだろ。ちょお前ちょっといいよ。やめろ、おい。やめろ、感じて。やめろじゃないんですよ。これやっぱ専門家の方が浅いんだよ、全部。最初から最後まで全員浅いんだよ。うるせえな、お前は。お前な、うんこしてたんだよ。うんこまめ、臭いな。うんこまはな、香水つける権利はねえんだ。トイレ行ってからなくなったんだよ。全然違うよ。全然違うよ。今しちゃって。あったっかやばっ。今ここに今の待って、悪魔すぎるこの人。やばっ。何か殺虫剤を話せ。覚醒器触るな。取りません。取りませんじゃないか。覚醒器で、まあ、俺を覚醒器で俺を言うな。テキストどうしたんだ。テキストあるじゃん。漫画だろこれは。走らないっぱじゃねえか。ボクシングやりたい。ボクシングやりたいならボクシングジム行けよお前。疲れ去っとんなお前。タバコなんかすんなお前。体力落ちるだろお前。違うんか。違うどうだ。違うのか。そうか。やめろお前。俺だけんで俺を殴るな。ビニールの紐で。紐じゃねえ剣だ。何だよクソジム。おいうるさい。アルファード買いたい。はい、アルファードぐらい機関現象みたいなの書いてあって。そういうことかよ。本当だよ。俺とトシミツはダブルデートとかだったらどうすんの。困るだろ。めちゃくちゃウキウキしてあそこにマグネットで貼ってたかもしれないんだよ。あるからなそういうこと。本当に本当だよ。県外どこから来たんだ。ふざけんな。さっきも言ってたけど今日デートだったらどうすんだよ。俺が邪魔しに来たのかデート。一緒には。うわうわ、マジでありえない、本当に。はぁ、あ、全然リアクション取れん、これどれだどれだどれだ。え、普通に感想はクソマジクソマジ。これは味かな。味かありえん、マジで。Fuck you。何してんの。マジ何やってんだピークバッテリーさん。バカかよ。部屋見てねえな。来てるやつは目ついてねえ。マジ納得いかんやこの鼻毛は。芝居はいねえのに勝つし絶対あいつピンでいいわ。罰ゲーム嫌だからね。やりたくねえ。無理だな。やめよ。こっちも日の出からやるのかする。日の出からラジオン作ればいいじゃん。もうバカか。一番寒い時だよね。一番寒いよ。1月終わりの早朝って一番やばいから。まあ、とりあえずマネージャーには死なないようにとだけ言われてる。死んでやるから。ダメだ、気弱いけど。だから死んでやるよ。キック
Fuck you! めっちゃ当たり言われた。ロック荒らされて。くっ顔荒らして、すいませんでした。いや、なんとかしてやりたい気持ちはあるんだけど、わかるね。うわ、出た。ダメだ。これ掴めなくても怒らないね、ちなみに。は？こいつら。手が本当に締めてる！あっち！あっち！わかるわ、わかる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 。あっち！わかるわ、ムカつくわ。あっち！あっち！あっち！この人うわ面白くなーこいつ。喧嘩はやめて。やっぱね、罰ゲームがやっぱかかると真剣勝負になりますね。これもしょうがないことですね。ポッキー取っていいこれ。じゃあ、あ、いいやったー、痛い。いやダッサいこいつ、マジでムカつくもん。ダッサくない本当に。いや俺本当に結構本当に引いてる。ダサすぎる今。やば、本当に引いてる今。でもつけてないのはダサいから。いやそれはもう俺のもうプライド次第だから、プライドないから絶対つけないから。こいつがマジで嘘つまらんからさ、やば。すごいな。はい、着きました。今日限りです。2週間。2週間ね、本当ごめん。いや、もう、としみつがいたらすぐ分かるって。本当に、本当に、どんな戦いでも俺は尽くしない。嫌いさとしみつ。本当に嫌い。本当にうざい、なんか。どっって言ってんの？あ、おいしい。生放送ですよ。がいたでしょ、7個目。わかんない。うん。わかんない。はい。いいですか？あ、それ僕のラインですっていうのは面白くない。やばい。面白いっつったね。これが放送中だよ。それどうせじゃん。ガチなやつ教えて。本当に付き合いたくて言ってるから、この人たちは。どうやって知り合ったか。ローテーションすぎ？いや、普通に分かんねえなと思って。そのことはどうすんの？まあ別に分かんない。終わり、この話終わり、終わりでしょ。はい、終わり。〇の周りが終わり。としみつんちの周りを歩いて、ということでね。相性悪くない？動画は恋愛相談生放送でした。さようなら、バイバーイ。私、携帯どうした？もうなんでそんな言う？マジで。ごめん、としみつ、まずかった。ごめん、ごめん、ごめん。本当に立ちだよ、マジで。生放送でとしみつのことめちゃくちゃ暴露しまくったらどうなるのか、ドッキリ。俺、ほんとありえないんだけど。やば、こいつ今日と思って。綺麗で帰ろうかと思って。すごい、涙できた。よかった、としみつ。もう送りたくないのにと思って。なになになにこれ。なんで泣いてんの？なんでちゃんと泣いてんの？すごい我慢してくれたんだ。え、すごい。初めて、こんな初めてちゃんと泣いてんのに、なんで？